第1戦ジャンボクラブ対戦サムソン福和田高千代昭久、ひときわ大きな声援、アメリカから凱旋帰国、初優勝に期待がかかりますジャンボ鶴田、そしてしんがりが今夜第1戦アブドラダ・ブッチャーとの試合を迎えております。大エースの貫禄を見せるかジャイアント馬場、そして大木金太郎選手も登場してまいりました。さあ続きまして外陣側であります。上樋口レフリーを先頭にスーパーデストロイヤー初出場、デストロイヤーの復讐に再来日でございます。ホセ・ゴンザレスも出場してまいりました。レッドウルフ、それからビル・ホワイト、キャリア15年のベテラン、ジム・ジュラン、ブッチャーの参謀役として参加でございます。グル・ラモス、外陣側ビッグ3の1人。さあ最後はアブドラザ・ブッチャーでございます。去年の優勝者、2連覇を狙うべく真っ先に出場を決めましたアブドラザ・ブッチャーが登場してまいりました。以上15選手によります総当たりリーグ戦で試合は行われます。まあ、今日はご覧いただければ分かる通り、まあ、グリーンと白のこのコスチューム、タイツ、そしてシューズ、今日がオニューなんですよね。そうですね、どうしてもグリーンと白というのは彼の好きな色らしくて、はい、やる極道コンビカラーとでも変えられないらしいんですが、デザインが多少変わりましたね。そうですね、パートナーの大熊元氏はブル・ラモスに敗れておりますので、是が非でも今日はこのスーパーデストロイヤーを破りたいところであります。グレートコチカ、あとこの辺ですね、非常に力強いですね。膝を切りました。そしてエルボー、一発一発に破壊力がありますね。もう本当にね、見ててね、はい、ドキッとさせられますね。さあセカンドルをロープに上がった、そしてエルボー、こういったロープのそばでの攻撃がうまいですね。そうです、グレートコチカが早くもリングの外に落ちてまいりました。まあ、全日本プロレスのレスラーにとってみれば、正月というのはこの4月に開幕するチャンピオンカーニバルなんだということを控え室で語っておりましたこのグレートコチカ。さあその正月を白い勝ち星で飾ることができますか。エルボーです、エプロンでのエルボー攻撃、背中からリングの外に落ちました。そしてトップロープですね。そうですね、さあトップロープに立って上樋口がカウントを数えますが、これはどうか、タイミング合いました。トップロープ、そしてセカンドロープからの今度はニードロップですね、ニードロップですね、ロープを利用してのうまい攻撃、ロープに飛ばしました。そしてストマックの中にキッチンシンク、まとめロープを利用します。これは止まりません、連続攻撃、なんとかして逃れてほしいグレートコシガですが、どうか、カウントは